こんにちは。都市計画研究室の木村浩介です。今日はみんなに都市計画研究室を紹介していきたいと思います。早速中に入ってみましょう。失礼します。こちらが我らの都市計画研究室です。はい、失礼します。はい、あ、木村君どうしたの。ちょっと高校生に向けてのメッセージをお願いしたいです。え、もう、あら、そうなの。あらま、どうしようかな。はい、こちらが僕たち都市計画研究室の先生である大森先生になります。あ、どうもこんにちは、はじめまして、大森です。都市計画研究室とはどんな研究室ですか。え、そうだね、あの都市計画っていうのはね、まあ、市民が安全安心快適に生活できるように、都市の中にね、住む場所、働く場所、移行場所をですね、どのように配置してね、それらをつなぐ、道路や公共交通をね、どんな風に作っていくかということを計画することっていう風に言ったらいいかな。ぜひ高校生の皆さんも関心を持っていただけると嬉しいですね。あ、そうか、じゃあそうだね、うちの研究室のどんな研究をしているかを紹介したいと思いますので、じゃあ君たちさ、俺が一人一人紹介してくれよ、ね、いいかな。はい、はい、ありがとうございます。それでは実際にどんな研究を行っているのか先輩たちに聞きに行ってみましょう。失礼します。どんな研究しているんですか。僕は宇都宮市で、導入工事がすでに始まっている LRT が、実際の街中に走った場合の、他の交通に与える交通流っていうのを、交通流の影響っていうのを、ミクロ交通流シミュレーションシステムである、トロフィックスというものを用いて、分析しております。これは、ベルモール北の交差点、これが陽東3丁目の交差点です。黒い点が、乗用車、普通乗用車で、緑の点が、バスや、貨物車などの大型車となっております。では次の先輩に聞いてみましょう。失礼します。どんな研究をしているんですか。はい、私は、モンゴルの、私の出身であるウランバトル市の土地利用と交通について現状把握を行い、将来モンゴルでコンパクトシティになった時の変化を GIS というソフトで可視化しています。また現地でアンケート調査を取り、それと合わせながら研究を進めていきたいと思っています。それでは次の先輩に聞いてみましょう。失礼します。どんな研究をしているんですか。私は商店街などの中心市街地が活性化するか衰退するかを研究しております。換算材料は歩行者通行量で、計測方法は機械が自動で計測してくれます。では斉藤君、データ回収行ってきてもらえるかな。はい、あ、はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、行ってきます。オリオン通りに着きました。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでこちらなんですけども、通行量を、カウントする、パイロボックスという機械になります。通行量っていうのは、歩行者の数であったり自転車の数を、カウントする機械でございます。では実際に、こちら取得したデータっていうのを、確認したいと思います。で、取得したデータはこのように、時間帯別と、時間帯と、交通量の、棒グラフになっております。で、この取得したデータっていうのは、ウェブ上で、データ送信することができるので、研究室のパソコンでも確認することができます。それでは、先輩にお返ししたいと思います。バイバイ。
斉藤君からデータが送られてきたようだ。見てみると、こういった回収されたデータをもとに、様々な分析を行っています。いかがでしたか？これらの研究の他にもバーベキューや他の大学との合宿など楽しいイベントがたくさんあります。皆さんもぜひこの都市計画研究室に来てください。ありがとうございました。バイバイ。Thank you.